コパスカー FD012007 年インテルラゴスで FD01 はトランスミッション後方にラジエーターを装着したその後冷却効率を改善するため前方に移動したコパスカー FD01 はフィッティパルディオートモーティブが開発したフォーミュラワンカーデザイナーはリチャード・ディビラコパスカー FD01 はフィッティパルディオートモーティブが開発した ブラジル初の F1 カーであった。初公開は1974年10月16日、当時大統領のエルネスト・ガイゼル臨席の下ブラジリアのブラジル上院議場で行われた。社名は、チームのメインスポンサーであったコパスカーから、コパスカー FD01 とされたが、資料によっては、フィッティパルディ FD01、コパスカーフィッティパルディ FD01 とも呼ばれる。車体は、 アルミニウム製モノコックで構成され、コスワース DFV エンジンを搭載、タイヤはグッドイヤー製であった。ラジエーターはトランスミッション後方に位置したが、空力を考えそれを覆う後部カウルを装着した。1975年シーズン開幕戦であるアルゼンチングランプリの予選で、ウィルソン・フィッティパルディは2分0秒22で23位と最下位であった。 22番手の BRM のマイク・アイルズから11秒離れていた。ポールポジションを獲得したシャドウのジャンピエール・ジャリエはフィッティ・パルディよりも平均でキロ 18km 速く走っていた。決勝では1周目で18位まで浮上したが12周目にクラッシュし炎上、リタイアとなった。第2戦のブラジルグランプリには FD レニが投入された。ありがとうございます。